これ何だと思います？こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチムーと申します。嫁の知人が大量の梨を送ってくれました。食べきれるか心配していたんだけど、何やら嫁が洗い出した。梨のジャムかなんか作り出すのかな。まあしばらく見守ってみましょう。この梨、日本で見るのよりはだいぶ小ぶりだよね。僕が学生時代、初めて一人旅をした時、最初に降り立ったのが鳥取だった。そこで食べた20世紀梨は最高だったな。本当に美味しい梨だったら、僕はリンゴよりも好きかも。あら、袋の中に入れちゃうの？冷凍するんだってさ。今日は食べれないみたいに。サクランボ狩りに行った時に冷凍したやつだ。爸爸，你先吃哪一个呀？我想吃冻梨。那我也吃冻梨。挑软的还是硬的？都软乎。硬一点的。都软乎。挑软的。稍微硬一点。梨は冷凍庫から昨日の夜出して、もう溶けた状態。皮が真っ黒で、なんか腐った梨にも見えちゃうよね。梨の甘みも増して、汁がすごく詰まってるみたい。食感はリンゴを煮詰めた時と似てるかな。日本にいた時にはこんな食べ方したことなかったな。見た目はあれだけど、食べたらやみつきになる美味しさ。吸一大口，它还不吃皮儿，那皮儿嚼嚼可好吃了，浪费。浪费。なんでこんな顔？あとはね、水は吸いながら。吸うけど。吸ってよ。今今耳朵毛了，浪费。儿子接你们带儿子，你看他浪费的。ちょっと。吸ってって言って吸ってるって、吸ってないのビューって出ちゃってるって。吸って笑っちゃうの？あーもったいない。なんでこんな硬い皮食べるの？嬉しいね。本当なんだ。食べれるんじゃん。ガガン剥いてるの。哎呀！我哟我，哥，我来了。二人食べてもだしがそんなないのに、一つ食べてだしま。啊！最后一口还算好一点。妈好累，妈累了，七点又没理他了。
不太好，怎么吃？これ冷凍食品業界にいる自分から言わすと、緩慢凍結で梨の細胞が壊れちゃってるんだけどね。細胞が崩壊したことで水分が染み出してるのよ。魚だったらドリップが多くて低品質って言われちゃうやつ。まあ逆転の発想ってのも面白いもんだよね。何か偉大なことが発明されるときってセオリーに反したときが多い。だから最初はみんなからバカにされる。自分の中でも確信が持てず心が揺らぐに違いない。そのとき自分を信じ続けられるかの勝負となる。笑ってるやつのことは気にするな。結果を出して黙らせるしかないんだ。息子よ、常識を疑う、そんなことも自分を大きくしてくれるはず。